待て、お前はゾロバ。ここを襲ったのは貴様か。ああ、王子を殺したのもな。だが妙に手応えがなくてな。しかもなぜかお前の気配を強く感じていた。この場に残りしばらく様子を見ていた。どうやら予想通り妙なことになっているようだ。お前は何者だ。要は本物の王子だったという。とにかく急いでルイ様に報告する。ルイの真の企みを分かってるのか。奴が王になればこの国の全員が破滅するんだぞ。それがルイ様の望みなら私が叶えるまで。盲信もここまで行けば立派なもんね。何も考えないでついていく方が安心できるんだ。本当は自分がどうしたいかなんて忘れちまったんだ。ならば貴様に何ができる。国を背負う覚悟などないくせに、ルイ様こそ救うべきものを救う真の王だ。器も力もない偽物は消え去れ。偽物ではない、殿下。ようやく始まりの地に立ったのだ。旅路の果て、いくつもの苦難を乗り越えたからこそ、民の痛みが、民の苦しみが分かる本物の光景となられた。偽物だろうが本物だろうが、死体となれば同じこと。死にかけの王子など冥府に送り返してくれる。ゾルバメ、なぜ逃げたのかと思っていたが、こいつとぶつけるために俺たちをおびき出したってわけか。油断しないで、強大な魔力で相当強化されてるみたい。前の俺たちとは違うんだ。見せてやるさ、俺たちの力を。力に目覚めたと思ったらまたこいつとぶつかるなんて、ちょっと運命的ね。さあ、また新たな戦いの始まりよ。しっかりね。さあ、すぐに倒してゾロバを追い詰めましょう。すぐ楽にしてあげる。大技いくわよ。豪華よ。皆さんと一緒だ。力を合わせて召喚。もらうぜ。お宝いただき。恥ずかしくないタコの力で。他のやり方は力押しじゃ勝てないよ。プリンス光よ。
潰れろ。早く叩き落とす。みんな前へ。後ろに咲く力を貸して。私の後ろへ。私だって召喚。あと頼むわ。真打ち登場ってやつか。落ち着いて引き下がれよ。プリンス。ちょっと前へ。加減はしない。切り裂く。
これでまた一つ。やったわ、成長できた。ゾルバは逃げたか。お前らやっぱりすげえな。人間相手に何の引けも取ってなかったぜ。思った通りじゃ。お主らならルイとも互角にやり合えるかもしれん。とにかく無事でよかった。特別な力を手にしてここまで生き残れて、俺たちは少し思い上がっていた。だがもう大丈夫だ。王子は復活したわけだし、ここまでは全て作戦通りってわけさ。しかしこれからどうする。民には怪物だと恐れられ、指示どころの話ではないぞ。以前オルセスが語っていました。もともと王子殿下は逆境の中で生まれた存在であると。王族でありユリダ族の血筋でもある。まさに天と地、水と炎の定めを共に受け継ぎしようのに。殿下が世継ぎと仰がれる日が来たならば、その時こそ真に偏見のない世の中の訪れ、そのために戦うのだと。そんな事情があったんだ。意志に報いるためにも逃げるわけにはいかないよね。うん、何の起きよう、殿下は必ずお守りします。ルイと戦い抜く覚悟はありますか。共に戦い抜こう。はい、みんなでルイを貯めましょう。やつが王になれば反逆者は全員殺される。俺たちだけじゃない、きっと大勢が死ぬことになる。待って、私決して希望は捨ててないわよ。ルイに勝てばいいだけだしね。勝利の歌をよろしく。今は崖っぷちでも、その時が来るのを楽しみにしてる。まったく母君によう似ておる。まこと定めの子じゃな母君はな。お主の父、それにお主を心から愛しておった。里に降りかかった理不尽はお主のせいではない。じゃがよいか、ここを出たら志をやり遂げるまでこの里へ戻ってきてはいかん。この老いぼれをたびたび頼るようでは、お主の先に待ち受ける険しい定めを到底乗り越えられる。世界の命運はお主らにかかっておる。どうか人間の業がこれ以上の悲劇を生むのを止めておくれ。いろいろありがとう。この戦い負けられないな。とはいえ殿下もまだ目覚めたばかりだ。今日は凱旋者で休んで、明日早速王都に向かおう。偽りの記憶だったかもしれないけど、あんたと旅した記憶はちゃんと本物だからね。改めてこれからもよろしく。ずっと一緒にいてくれ。なんかちょっと照れるんだけど。でもありがとう。神秘の妖精ガリカ、魔術師の美徳をなお強く抱き続ける者、彼女との絆の結実によって、その最上の英雄像があなたに目覚めたようです。彼女と共にもたらされた新たな力で、あなた自身の宿命を必ず果たすのです。私が導くべきは未来への道。辛い時はこの魔法を思い出して、あんたにぴったり
りの音楽が頭に流れてくるはずだから。そういえば長老から小説について聞いたんだけど、これってあんたが幼い頃両親から送られた本なんだって。あんたの両親がどんな願いを託してこの本を送ったのか、それは自分自身で読み解いていくしかないわね。今日読むのは最後の章？理想郷の支配者についてか。私も一緒に読ませてもらおうかな。最後の章は理想郷の支配者についてね。理想郷の支配者には確固たる意志が必要とされる。世界を正しい姿に保つにはあらゆる困難が存在するのだ。だが理想さえ示せばそれについてくる支援者が必ずや現れるだろう。理想郷は支配者一人で作り出せるものではなく、国民全員で形作っていくものなのだから。なんか最後の方は願望みたい。あれ？この章まだ続きがある。だが理想郷もいつかはほころびが出て正しさによる争いが始まってしまうのかもしれない。真の理想郷とは、真の王とは、その答えを未だ見出せた者はいない。この本の作者も悩んでたみたい。あんたが王になってもきっといろんな困難が待ち受けるんでしょうね。グルデア様言ってたよね。禅王も里に初めて来た頃は理想に燃えてる人だったって。けど現実の壁に打ちひしがれて息子まで亡くして、晩年は正教の横暴をほとんど止めもしないような無気力さだった。それを思うと言い分は過激でも絶対折れない類に惹かれちゃう人がいるのも正直わからなくはない。けど私たちだって絶対に負けたくない。これまで信じてくれたみんなのためにも。あんたはこの世界を変えたいという願いを他ならぬ自分自身から託されてたのよね。なら私はそれを手伝うだけ。だってそれが私の使命、本当の使命ってことじゃない。やってやるんだから。